少しお待たせしました。東京都佐藤スマートスマクロの登場です。はい、スマクロ今日もよろしくお願いします。はい、それでは今日のスマクロの一言いきましょう。スマカラビジョン2マップ。はい、地味の皆さん、夏休みの宿題は終わりましたか？終わった？お、はい、とかなんかいろいろ聞こえますけど、終わった？みんな、まだまだのみんな、まだ1週間ありますね。はい、思い切り楽しんでください。楽しんでね。はい、スマクロの友達へのメッセージ。本日はスチューデントナイトで悩める学生の皆さんから、そうです、スマクロに質問があるようです。そうなんです、お悩みがあります。スチューデントナイト特別企画として悩める高校大学専門学生からいただいたお悩みに、今年30周年を迎えました人生の大会ベテランスマクロ先輩にお答えいただきたいと思います。まず最初の質問はこちら、大学6年生の女性のお悩みです。来年から社会人になり一人暮らしをすることが決まっています。いろんな家電や家具を用意しないといけない。悩み悩みなのですが、スマクロならまず最初に何を用意しますか？一人で生き抜いていく覚悟、覚悟を言うんですね。続いて大学3年生女性のお悩み、アルバイトでビールの売り子をしていますが、なかなか配数が伸びません。どうしたらたくさん売れるようになりますか？多分売り子が向いていないのかもしれませんね。引き続きお願いします。大学4年生の女性のお悩み、来年から社会人になるのですが、先輩社員へのごますり方、ポイントがありますか？教えてください。ごまなんてすらなくていい、先輩の財布からお金もすらなくていい。ありがとうございます。大学2年生女性のお悩み、大学の単位を落としてしまった時の両親への言い訳で何かいいアイデアありませんか？逆に自力心ですが、亡くなった言い訳を教えてください。おい、大学1年生男性のお悩み、つば九郎の思う学生時代にやっておいた方がいいことは何ですか？ドラフト会議に指名されること。お悩みたくさんいただきました。お答えにしてくれました、つば九郎、どうもありがとうございました。悩み解決、お待たせいたしました。両チームスターティングラインナップの発表です。大変なグループお待たせいたしました。